イキうるさい、だけどちゃんと解説してるのがウッド。おい、お前らうるさいってよ。多分お前のことだと思うぞ。久しぶりに見たら編集凝ってて感動しました。ご飯を持ってください。感動してくれたって。嬉しいな。嬉しいか。それなら早く私たちとこの人にご飯をおごってやらないか。次のコメント行きましょう。飯をおごらないのに必死かよ。サインください。いいよ、それくらいあげるよ。ただし1万1000円。いやいやな金額出すなお前。ポケモンさんのサインは何円の価値ですか？マジでこういうコメントあるから需要あるぜ。皆さんこいつが勘違いするのでそういうコメントは控えましょう。いじってほしいからコメするわ、図鑑埋めたいからポケモンくだせー。いやそこはあげろよ。次の生放送で検討します。結局検討何回？はい、ただこねたらいっぱいコメントが来ました。リスナーさん優しすぎ、問題ある。9件だったのが倍以上の23件にまで増えました。やっぱ言った方がいいんですな。今回はたまたまだろ。まあこのコメントいじりは恒例にする予定なので、今回もたくさんのコメント待ってますぜ。気が向いたらコメントしてやってくれ。それでは本編いきますぜ。おー、いつもより気合入ってるのはなぜ？ところでなんですけど、おそらく今日の動画が2019年最後になるかと。あ、今見たら30日じゃないですか。もう明日で終わりですよ。年末どうしてくれるんですか？逆にどうして欲しかったんだよ。いや特に求めるものはないんですけど。まあ今年も結構いろいろあったな。来年チャンネル2周年ですよ。もうそんなに経つんだね。来年の抱負は2020年の初回の動画で言いますか。初回というとぷよぷよか。多分マイクラになると思います。交互に出していく感じ。まあ何人か察してると思うけど、そういうこと。ではそろそろ本題に戻りましょうか。ちょっとぷよ関係ない話になっていたからな。今回の企画はですね、なんとレートに潜りません。え、オンラインやんないの？久々っていうか初めてだな、このシリーズやってて。というのもですね、八丁ナイアガラをやりなさい。これは命令だ。八丁ナイアガラが見たいなぁ。あ、なんかすいません。まあやるしかないよな。実況者の鏡、単にネタ切れなのでは。さあ、行くぞ。はい、これが八丁ナイアガラの全貌です。お、ぷよエディターじゃん。まさかこれを使う日が来るとはな。あんま説明することなんてないからね。まあ八丁ナイアガラってのはこの一番下のぷよを消すことにより、一番上の3連結が4連結になって落ちてきて連鎖が始まっていくっていうことです。この下に連鎖が落ちていく様はまさに八丁しそうなナイアガラのよう。ってことで八丁ナイアガラって呼ばれるらしい。多分ね。多分かよ、ちゃんと調べてこいや。まさか八丁ナイアガラをやれってコメント来ると思わんもん。そんでこれを実践でやると？え、嘘でしょ。でもさっきのコメント見る限りだとトコプヨとは書いてなかったからな。僕の腕でそんな酷なことやらせる？やらせる？金のド S がいたわ。ここで挑戦する前に皆様にお知らせがあります。先日出したマイクラの動画なのですが、この動画にぷよ動画の最速のコメントがありました。基本的に僕は最速に関してはポジティブに捉えてはいるのですが、他のシリーズの動画で全く違うシリーズの最速は控えていただきたいと思ってます。前回こちらが露骨な米稼ぎをしたのもあるんだけどな。その点だけ把握した上でコメントしていただけるとありがたいです。基本的には他の動画で別シリーズの最速は NG という認識でお願いします。いろいろわがまま言ってすいません。よろしくお願いします。さあやっていきましょうか。一発成功目指してみよう。でもとことんぷよぷよなら一発でいけると思うんだけどな。クラブかそれは。いやマジよりのマジで。だって相手を見なくて組めるんやで。強気という要因がなくなってる時点でやりやすさは倍増してるね。あと左側のスペースを最悪ゴミ山にして組んでいけばなんとかなりそう。積もくるまで待てばいいだけだからな。っていうか積むの遅くない？しょうがねえじゃん、見ながらやってるんだから。じゃあ奥の手使いますか。奥の手とは？倍速に。あ、禁じて使った。実況者の武器っすよ、倍速機能って言ったら。逆に今まで使ってなかったのを褒めてほしい。これちなみに何倍速なの？これ4倍速にしてます。これで4倍ってことは相当じっくり見てるな。カンニングしたい放題だぜ。いや、どう思いますかマリサさん。ちょっとこれは重症ですね。お近くに病院に早急に行った方がいいかと。そうですね。お気の毒です。なんか哀れみの目で見られてる。だいぶゴミ山がゴミ山と化してきました。思ってたよりだいぶゴミ山、粗大ゴミの日に出した方がいいな。年末の大掃除って意味でもね。ちょっと何言ってるかわからない。そのネタ汎用性高いな。っていうか何を苦戦してるんだこれ。幽霊部分ですよね。画面外に狙ったぷよを置くのが難しい。あ、そこか。僕実は回しの練習ってしてなくて、やってなかったのが裏目に出てる気がする。回しの練習とかやっとけよ。それで国体予選も乗り越えたから。あ、そういえば来年もぷよの国体あるみたいですね。またタイムアタック。いやー、詳細は明かされてない。前回同様スコアアタックならまたチャンスはありそうだね。そうだな、今年はちょっと練習時間が確保できるかわからんってとこもあるし。まあ詳細が分かったら練習の方向性を決めればいいんじゃないか。そうだな。てか全然完成しないじゃん。回しがむずい、その一言に尽きる。これはもう相撲を待つしかなさそう。特定の二色待ち。それこそ禁じ手じゃない？何でも禁じ手にしてくるな。僕はもう君が恐ろしい。なんだそりゃ。この地味に暴発を気にしないといけないのもきつい。本当に適当にゴミ山に置いたら暴発するもんね。あ、これちょっと無理っぽいな。一回やり直します。はぁ、とりあえずここまで持ってきたぜ。おい、なんでやり直してるんだよ。え、なんて言った？一回で成功させるって言ったよね。うん、何
なんて言ってんのかわかんねえ。こいつ、金あげるよ。え、いくら、聞こえてんじゃねえか。は、せこいぞ。お前に言われたくない、やり直しくらいさせてくださいよ。有言実行じゃないんですか。いや、やっぱりね、視聴者さんに一番いい作品を送りたいというか、やっぱ中途半端じゃないですか。無理やり正当化してきたぞこいつ。なかなかやるじゃん、許すわ。あ、許しちゃうんだ。さあ少しずつ完成させていきましょう。次は一番上の紫の横だね。紫緑奥漢字か。よし、ここまでは順調やで。これなら先にここの緑をちぎっておいた方が良さそう。それは確かに言えてる。でも一回ゴミ山を整地したいな。確かに。万が一のためにスペースは多く確保しておきたい。大体整地はできたかな。黄色紫を置いちゃえば完成じゃないか。来た、これで発火しちゃえばナイアガラ見れるぞ。さあ果たしてスケモンは発狂するのか。僕は発狂しませんけど、それで発火いたします。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、喜びが操作に現れています。すげえな、右側はあれだけ有効活用すると13連鎖あるんだな。いやー、やってやりましたよ皆さん。まあでもね、2回トライしたから20点で回転の鬼すぎない。